はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は2011年5月29日に行われました東海研修会昇級の一番のハイライトやらせていただきたいと思います。先手がまだ8歳10ヶ月だった藤井聡太七冠、そして後手が今は女流棋士として活躍している中澤先生、当時まだ中学生という戦いでございました。今70手目、中澤先生が5九銀取ったところですね。ここで藤井少年が大ピンチなんですが、ここから素晴らしいしのぎを連発して、この窮地を乗り切ってリードを奪っていくという形になりました。後ほどまた初手からやらせてもらいますが、このあたりが一番のハイライトとなりますので、まずこの辺からやらせていただきたいと思います。5九銀に対して仮に同玉と取ってしまうと5七馬とされまして、金なし将棋に受けてなしの格言通り、非常に受けづらい状況となってしまいます。例えば、5八銀などと打つと、4八金から6九玉5八金で済まされてしまいますし、また4九銀と受けても8七飛車成と飛び込むのが強烈な一着で、同金と取ると6八金で詰んでしまいますし、かといって他に適当な受けもなく、これは後手が必勝形となっておりました。ということで非常に危ない形なんですが、藤井少年は7七玉とかわしていきます。これが唯一のしのぎで、ギリギリ先手が逃げ切れそうな格好になっていきました。実戦は2六飛車と逃げるんですが、例えば5七馬と金を取った場合は8六歩と歩で飛車を取りまして、以下7五歩が結構怖い手なんですが、8二飛車でギリギリ勝てるという形になります。8二飛車に7六金8八玉6八銀成っていうのが、次の7八成銀から6七馬の詰めろで怖いんですが、これに対しては2一竜という鮮やかな詰み筋がありました。よく見ると歩しか合駒がありませんので、4一に打ったりできないというところですね。例えば3一金と引くと4二銀で取る駒がなく詰み、また3一銀と引くのも4二銀というのが好手で、同金に3一竜としまして、4一合駒に4二飛車成までの詰みという形になります。ということで、やられてしまうことが分かりました。なのでこの8二飛車と打った時点で、次の2一竜もしくは3二の金取りが非常に厳しく、かといって金を使ってしまうと負けになるということで、これははっきり先手が勝ち筋に入っていました。7二金打ちなどと受ければ硬いんですけど、この瞬間8一飛車成となられて、後手玉非常に危ない形、そして先手陣は金を使ってしまったので全く寄らない形で、これは先手が必勝形になります。また7二銀と節約して受けようとしても、7四角が次の5二銀からの攻めを狙った好手で、これもちょっと一手一手の形になってしまうという格好になります。まあ、ということで、この5七馬は8六歩で、次の8二飛車打ちが厳しく、ギリギリ先手が勝ちになると、そういう形になってました。なので仕方なく後手は2六飛車と逃げるんですが、そこで5八金と引くのが冷静な好手で、これで次の5九の銀取りに当てて、後手が非常に難しい状況になりました。ただそこから4九馬としぶとく寄って金に当てて、ここでもまた先手に難しい局面が生まれておりました。4九馬に対する藤井少年の2七歩という受けが本当に素晴らしい着で、まあソフトで検討したんですが、2七歩だけは唯一先手が優勢、2七歩以外は全て後手が優勢と触れておりました。ちなみにここから平凡な5九金と銀を取る手は、同馬6八銀に7六金と打ってもいいんですが、6九馬というのが厳しい一着となります。例えばここで7九香だと7六金8八玉に8六歩と打ちまして、取ると8七歩で9八玉7八馬ですね、流れるような攻め、同香と取ると8八金まで詰みでございました。まあ、ということで、パッと見これでやられてしまうということがわかります。また6九馬に、6六桂と飛車の横利きを遮ろうとしても、7六金が通打で、取ると7八馬でほとんど受けなし、8八玉にはやはり8六歩同歩8七歩が急所で、9八玉には7八馬まで必至ということですね。
この4九馬に対して5九金は同馬で後手が有利。また適当な受けも難しいんですが、ここから2七歩取ったのが素晴らしい攻守で、これでちょっと攻めが、息切れ気味となりました。実戦はここから後手が6五桂と跳ねてきたんですが、これが悪手で以下8八玉7六飛車と飛車を逃がした時に9五角と打って、これでもうほぼ勝負ありとなりました。これで5一の王様に王手をかけつつ、5九の銀取りになっています。王手銀取りですね。これでちょっと受けがなくなりました。以下5二玉に5九銀と銀を回収して先手が大優勢となります。そして以下9四歩に対して4九金と取りまして、9五歩と角を取った手に5五桂馬が厳しい一着となりました。以下これで次6三の銀取られると困ってしまうので4四角と間接的に王様を睨みまして6三桂成を消すんですが、手厚く6六銀と打っていたのが、これがまたいい手でした。以下同飛車に対して一回6三桂成同玉6六歩として、全く損することなく飛車を取ることができました。で同角に7九玉と引いて、以下7六桂と後手が迫っていくんですが、そこで4一角が鋭い打ち込みとなりました。これ一見すると5二銀と打てば角取りに当てられそうなんですが、こうすると8三飛車と打つのが好手で、以下7二玉なら8四銀と次の7三銀成からの詰めろをかけて先手が勝ちという風になっていきます。ということでこの8三飛車が幻の好手で勝ちだったということで、実戦は5二銀と省略せずに5二金と上がっていったんですが、そこで6一飛車と打っていったのが、これがまた鋭い一着でした。この6一飛車も本当にすごい手ですね。例えばこれに対して7二玉と引く手に対する詰みを読み切っていないと指せない非常に高度な一着です。7二玉に対しては6三銀と打つのが好手で、6一玉なら7二銀打ち5一玉そして5二銀成で詰みでございます。またこれに対して、同金と取るのは同角成として6一玉なら6二金まで、8二玉なら8一飛車成から、また8三玉も7四馬から簡単な詰み筋という風になっていきます。ということで、6三銀に対しては8二玉と逃げるのが一番長いんですが、ここに対しては8六香と打ちまして8三歩に8一飛車成という飛車捨ての好手があります。同玉に7二銀打ち9二玉8三香成まで詰むというわけですね。ということでこの6一飛車というのはこうした詰み筋まで全て見えていないと指せない一着ですので、本当に詰め将棋が得意な藤井少年らしい素晴らしい決め手だったと思います。迷子を使ってしまうと戦力が不足して勝ち目がなくなるので、5四玉となんとか上に逃げていこうとするんですが、そこで5六香車と打っていきまして、この5六香車も完璧な手で、仮に4五玉なら3六銀と打ちまして、5六玉なら4五銀と打って、これでどちらにかわしても例えば5七玉は6九桂までの吊るし詰め、そして5五玉も6七桂までの吊るし詰めとなります。桂馬で最後詰ますことを吊るし詰めって言うんですが、なかなか実戦では見かけない詰まし方ですが、藤井少年は完璧に読み切っておりました。まあ、このあたり本当に藤井ワールド全開という素晴らしい寄せですね。ということで4五玉は詰まされますので、実戦は以下5五銀に1四竜と引いて非常に受けが難しくなっています。そして以下2四歩と合駒して頑張っていくんですが、冷静に5二角成と金を取りました。放っておくと次、6三馬から4四玉、4五金という詰めろです。なので、5七角成と一回王手して、6八歩に5六銀と頑張っていくんですが、6三馬、4四玉に3六桂と打ったところで、後手が投了しまして、先手の勝ちとなりました。とりあえず以下は、例えば5五玉と逃げると、6四馬と取りまして、
王様かわすと5五銀までの詰みとなります。またここで王様を横に寄ったりするのも2五金と打って、これで同歩と取れないので詰むというわけですね。3五に逃げても2六銀と拠点を生かして打たれまして、3四玉にはやはり2五金まで、同歩と取れないので詰みということになります。ということで、いずれにしてももう簡単な詰みということが分かりました。藤井少年の鮮やかな寄せが炸裂した、そんな終盤でございました。本当に終盤に入ってからの受けの強さ、また最後の決め方、安定感抜群ですね。8歳の時からこんなに強かったのかと改めて驚かされるような、そんな圧倒的なパワーでございました。ということで、この将棋実は2点3点して後手にも勝ち筋がありましたので、初手から振り返ってみたいと思います。ということで初手から解説していきます。先手が藤井少年ですね。まず7六歩とつけまして、8四歩に2六歩、8五歩、2五歩、3四歩と横歩取り模様の出だしとなりました。ただ以下7八金に8八角成と角交換をしまして、2二銀と一手損角換わりの作戦になりました。そして7七銀、3三銀、3八銀、3二金と駒組みが続いていきまして、ここで2七銀と藤井少年が棒銀に出ていきます。そして7二銀に2六銀と上がっていきました。以下6四歩に対して早くも1五歩とついていきます。このあたり AI の見解は互角、この攻めは成立しているという判断でした。で同歩、同銀、同香、同香、1三歩に対して1二歩と垂らしていくのがよく見かける攻めですね。でこれに対しては2二銀と引いた方がいいというふうに言われているんですが、実戦は2二銀打ちとしていきました。ちなみに2二銀の変化ですが、1一歩成、同銀、8四香車、同飛車、6六角と飛車と銀の両取りをかける手があるんですが、3三角の切り返すのが絶品で、8四角に1五角と香車を取り返せるので、後手も指せると、そういう形になっております。ということで、この変化もあるんですが、実戦は2二銀打ちに1九香車と打って、若干先手が指せそうな形勢となっていきます。以下6三銀に1回6八玉と居玉を回避して、7四歩に5八金とじっくりと駒組みを続けていきました。そして7三桂と跳ねた手に対して1一歩成、同銀、1三香ならずと猛攻をかけていきます。で同桂、同香成、1二歩に1四成香と引いて2二銀上がると進行していきました。でここで以下2四歩とさらに攻めを継続していきます。で同歩、同成香、同銀、同飛車と進行しまして、若干先手が有利な形勢となっています。でここで後手も2三香車が狙いの攻めで、3四飛車に3三歩としのいで、2九の桂取りを楽しみにするんですが、3六飛車とじっと引いていきます。この3六飛車に対してすぐ2九香成と桂を取ってしまうと2四桂という攻守がありまして、3一金なら2六飛車と寄って成香に当てます。で成香かわすと1二桂成、これで2二の銀取りが受けづらく先手が優勢という手順がありました。ということで後手も1八角と打っていきます。取れる桂馬をすぐ取らず角打つというのが、これがまた綿密な手順ですね。で先手も5六飛車とかわして5三飛車成を狙って、一回5四香と打たせて1六飛車と回っていったのが、これがまたうまい手順でした。そして2九角成と桂を取られるんですが、1二飛車成と成り込んで先手が優勢な中盤となっております。このあたりの駆け引き本当に見事ですね。そしてただ後手も3九馬といやらしく迫っていきました。で実戦はここで7五歩と先手がついたんですが、これが悪手で6五桂打ちが好手で、たちまち5七地点が危うく逆転模様となっていきました。後手の追撃もさすがでした。7五歩のところでは1回がっちり4八銀と補強していれば先手のリードが保たれていたようです。実戦は7五歩に6五桂打ちが通打で、以下
6六銀と上がって受けようとしたんですが、これが負ければ敗着になる一着でした。ここではがっちり6六銀打ちと打っておけば、まだ互角の形勢が保てていたようです。実戦は6六銀に8六歩とついたのが鋭い手で、同歩に同飛車とさばきました。そして8七歩のところで、後手に大きな大きなチャンスが来ておりました。実戦は5七香成としていって、これでも後手が優勢ではあったんですが、ここでは6六飛車という決め手がありました。仮に同歩なら5七香成と、5筋を突破して、7九玉なら5八成香として、まだ後手玉は居玉ながら固く、先手玉は次、5七馬やあるいは6八金と打たれて、かなり危ない格好。まあ6八金から詰めろかかってますね。例えば、ここから、8一飛車などとしますと、6八金と打ちまして、同金、同成香、同玉に5七馬と引いて、7八玉に6七銀と打って、8八玉、7九まで取ると7八金で詰むと、こういう恐ろしい詰み筋がありました。ということで、ちょっとこれはやられてしまうということがわかります。なので、もし6六飛車同歩、5七香成、7九玉、5八成香としていれば、次の6八金からの詰めろで、2一飛車などと王手しても、6二玉と軽くかわされて、やはり6八金からの詰めろが非常に受けづらく、これは後手がもう勝勢というに等しい、それぐらいの局面となっておりました。ということで、実戦は後手がこのチャンスを逃し、5七香成とします。で、同銀、同桂成、同金。ここでまだ後手に勝ち筋がありました。実戦はここで5九銀と打ったため、冒頭の局面になりまして、藤井少年が同玉と取らず、7七玉と上に逃げたのが好手で、これでようやく先手が逆転して優勢になっていったという形になりました。ここでは5九銀ではなく、6五桂と跳ねていれば、まだ後手が優勢な局面でした。例えば5八歩なら、そこで5七桂成同歩に7六飛車と一回回って、これが次の5八金からの攻めを見せて非常に厳しく、仮に7七香とそれを受ければ、2六飛車と回って、次の2八飛車成からの攻めが受けづらく、これは後手が優勢ということですね。ということで、大ピンチをしのいだ藤井少年が5九銀に7七玉とかわして逆転して、ここからは今と変わらない正確無比な指し回しで勝ち切ったと、そんな一局でございました。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。改めてこの7七玉と、そして75手目の2七歩ですね。これが非常に非凡な一着で強烈に印象に残っております。序盤はまだ荒削りでしたが、やっぱり中盤から勝ちになってから、決めるまでは、今と遜色ないぐらいの本当に素晴らしい、緻密かつ完璧な指し回しが光っておりました。やっぱり8歳10ヶ月でこの将棋が指せるっていうのは本当に改めてすごいなと思いました。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。